はい、それでは本日はこちら、映画でも大人気、首が長い恐竜ブラキオサウルスを一緒に作っていきたいと思います。私、ジューブラシを使って生物専門の 3DCG アーティストをしております、戸田楓と申します。よろしくお願いします。で、早速ですが、このデジタルスカルプト、ジーブラシコアミニとは何なのかと言いますと、直感的に使える 3DCG ソフトになります。で、無料でフリーで使える 3DCG ソフトで、業界ではデジタル粘土と呼ばれています。スカルプトというのは直訳、彫刻という意味になりまして、実際に、粘土のようにデジタルの中で自由に形を変えていくことが特徴的なソフトになります。直感で使えるので3DCG 初心者でもすぐに馴染めるようなソフトになってます。いろいろチャレンジしていけば複雑な造形なども作れるので、皆さんぜひ試してみてください。はい、それでは早速ですが、まず G ブラシコアミニ、基本形状と呼ばれるベースメッシュが2つあります。まん丸のこちらですね、ボタンを押していただくと、今これは3DCG を保存しますかと言ってるので、これはいいえで大丈夫です。丸のボタンを押すと、こういったまん丸の形状の 3D モデルが出てきます。これが一つ目のベースメッシュ、スフィアです。で、もう一つが、この丸い玉の隣にある四角いものですね。こちらを表示すると、四角のベースメッシュから始めることもできます。ただこちら、表面がザラザラしているような、ベースメッシュになりますので、実際に触ってみても表面がずっとザラザラしてくれます。はい、こんな感じですね。どちらからスタートしても全然大丈夫なので、今自分が作りたい形をどっちからスタートした方が早いのかなっていうのを考えて作っていくといいかなと思います。今回はこの丸形状からスタートしていきます。で、ちょっとここから、使い方ですね、紹介していきたいと思います。まず3つカメラの操作、3つあります。ちょっとわかりやすいようにニコちゃんマークを作ります。よいしょ。はい、で、今このペンタブレットと呼ばれる、デバイスを使っています。ジブラシはこのペンタブレットって呼ばれるデバイスを使ってやっていくことで、より使いやすく細かい造形なんかもできるので、こちらはペンタブレットを使うことをおすすめします。で、まず1つ目、カメラの操作で回転ですね。こちら 3D ソフトなので回転をすることができます。この何もないところを押しながら動かすと回転ができます。ぐるーっと回転ができます。これが1つ目の回転です。もう1つ目の回転が、ペンのボタンに、マウスでいう左クリックが割り当てられてまして、こちら少しペンを離した状態、さっき押してた状態、何もないところでは押します。少し浮かした状態でボタン、ペンのボタンを押しながら動かすと回転をすることができます。これは背景の何もないところでも、この 3D モデル、この上でもどっちでも大丈夫です。ペンを浮かした状態でボタンを押すと回転をしてくれます。これが2つ目です。ボタンを押しながらの回転。もう一つが、この右側の方に、ボタンが3つあります。こちら。ここに回転と書かれているボタン。このボタンも回転で使うことができます。こちら、押しながら動かすと、同じように回転してくれます。これが3つ目の回転ですね。
そしてこの回転の上に虫眼鏡のようなマークがあります。こちらがズームです。押しながら上にスライドさせたり下にスライドさせたり移動をさせるとズームイン、ズームアウトしてくれます。ズームイン、ズームアウトはキーボードのショートカットキーでも使うことができます。コントロールボタン押しながらこの何もない背景のところを押してあげるとズームイン、ズームアウトできます。もしくはコントロールボタン押しながら先ほどと一緒のペンのボタンですね、少し浮かした状態で押してあげると同じようにズームイン、ズームアウトができます。本日は私が今何のボタンを、キーボードのボタンを押しているのか分かりやすいように左下にこのような感じで、ボタンが何のボタンを押しているのか出てくるようにしてますので、こちらも参考にしていただければと思います。でコントロールを押しながらズームイン、ズームアウト。でもう一つ、この 3D モデルの移動をすることができます。移動がショートカットキーが、オルトですね。オルトを押しながらさっきと同様何もないところで押して動かせば移動ができます。もう一つペンのボタンを押してあげても移動ができます。こちらですね。もしショートカットキー慣れないようでしたら、こちらに手のマークが、移動と書かれている手のマークがあります。これも同じ機能になります。押しながら動かすと移動ができます。はい、基本的な、使い方、回転とズームイン、ズームアウトと移動、この3つでカメラの操作をしていきます。そしてたくさんの、ボタンがあるんですけど、今日はちょっと重要なところだけをご紹介していきます。例えば、ズームをしすぎてしまって、もう真ん中に 3D モデルが近づきすぎてしまったり、あとは移動をしすぎて 3D モデルがいなくなってしまったり、まあ、そんな時はこの上のフレームというボタンを押してあげると、ど真ん中に来てくれます。中心に来てくれるボタンになりますので、まあ、もしどこかに行ってしまったら、近づきすぎてしまったりしたらフレームを押してあげてください。そしてその上の方にパースと書かれているものがあります。 3DCG のソフトはだいたいこのパースというものが切り替えることができるんですけど、この ZBrush Core Mini も切り替えることができて、形を作るときはパースというものは切っておいた方がいいので、ここを押してオレンジ色がアクティブ、オレンジが消えるとオフになりますので、で一旦パースを切ってあげるといいです。はい、そしてこのブラシと呼ばれるものですね、左側にブラシがたくさんあります。 ZBrush Core Mini ではよく使うブラシが、厳選されたブラシがありますので、初心者でもこういったこのブラシを使って形を作っていくと、すごく作りたい形が作れたりするので、いろいろな、ブラシがあります。ちょっと何個か今日は使いながら一緒にやっていきたいと思いますので、お願いします。で、こちらのブラシですね、強さとサイズを設定することができます。で、サイズの方がこちら、ドローサイズと呼ばれるこちらですね。小さな丸から大きな丸まであるこの真ん中のオレンジ色のボタン押しながら横に動かすとカーソルの丸が大きくなったり小さくなったりします。これで、ブラシのサイズを決めることができます。ちっちゃいとすごくちっちゃく、大きいとすごく大きく、こんな感じですね。で、隣にある Z 強度と呼ばれるのが、強さです。ブラシの強さです。で、ペンタブレットは筆圧センサーがあるので、優しく触るとそのまますっと優しくささっとできるんですけど、強く触るとその分
強く盛り上がります。ただこれも Z 強度で調整することができて、 Z 強度の数値を上げると、まあ、優しく触ってもすごく盛り上がってきてくれます。で、Z 強度を小さく、数字を小さくしてあげると、こういった形で同じ強さで触ってもブラシの盛り上がり方、強さが全然変えることができます。だいたいこちらは20、もしブラシのちょっと強すぎるなだったり、弱すぎるなっていう風に感じたら、こちらの Z 強度で、強さを調整することができます。はい。で、あとこちらドローサイズですね。まあ、初心者の場合、入門者さんの場合はこちらのドローサイズ使ってもらって全然大丈夫なんですけど、ショートカットキーもあります。キーボードの S を押すと、その場にドローサイズのアイコンが出てきますので、ここで調整することもできます。結構これは使えるショートカットキーでもよく使う機能になるので、慣れてきたらこっちを使ってあげてもいいかもしれません。はい、それではじゃあコントロール Z をしながら戻ります。では早速ですが、先ほどの首長竜のブラキオサウルスを一緒に作りながら、やっていきたいと思います。ではちょっと最後まで戻ります。はい、丸い形状からやっていきます。はい、そして、まずですね、形を作るところから始めていくんですけど、まず一番最初にやることはこの丸から打破する、丸をまず崩すことが重要です。いろんなね、形を作っていくのに、最初のこの球体だとなかなか形を作っていくことが難しいので、まずは、ブラシの真ん中の辺にありますスネークフックブラシというブラシを使います。ポチッと押します。ブラシのサイズを大きくしてあげて、まずは大まかな形状を変えていきます。で、右上にあるこの顔のマークですね、こちらが座標と呼ばれる、位置とか向きとかを示す機能になります。 3D モデルが正面を向いていたら、この顔の方も正面を向いてくれて、横を向くと実はこの 3D モデルも横を向いてくれるという画期的な機能です。はい、こういった形ですね。で、まずこの人の顔を触って、もしくはこの右上にある赤い矢印、こちらを押しても正面を向いたり横を向いたり下を向いたりということにできますので、この座標のこの部分使いながらやっていきます。はい、まずこちらスネークフックブラシを選んであげて、ブラシのサイズを一番大きくしてしまいます。今日はブラキオサウルスという首長竜を作っていくので、まずはその首長竜の形状を作っていきます。大まかな形ですね。ビニョーンと粘土のように伸ばすことができるので、まずはこの顔と顔の形状と、あとは首ですね、特徴的な首作っていきます。このスネークフックブラシを使うことによって、最初の丸の形状から逃れることができるので、よいしょ、こういった形でこのスネークフックブラシを使って実際に粘土を伸ばすような感覚でビニョーンと伸ばしていきます。まずはこういった形ですね。顔と首ちゃんとはっきりするように、顔と首がはっきりするように形を整えていきます。実際に粘土をこねるかのように伸ばしていくので、この
内側にへこませる、潰すみたいなことももちろんできるので、こういった形でちょっとちょん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 と触って、まあ、一気にビニョンとやってるわけではなくて、少しずつちょんちょんちょんと触ってます。ちょっと戻ります。コントロール Z で戻ってます。はい。でまずこんな感じですね。首と顔がはっきり分かるようにしてあげます。で今横を向いてるので、ちょっと回転して形を見てみます。はい。そうすると、正面から見たとき、まあ、真横から見たときはちゃんと首と顔って分かるようになってるんですけど、正面から見るとなんかここにぴょこっとなんかあるな、なんか伸びてるなっていう風に見えてしまうので、今度はまあ正面から見た時の形をちょっと調整していきます。まず細かいところは気にしないで、この形ですね、形をまず作っていくっていうことが重要になります。いろいろ回転をしていろんなところから見ることによっていろんな形を作っていけるので、まずはここから挑戦していきます。ただ自分のね、納得する形っていうのがなかなか慣れれば結構すぐにできるんですけど、慣れるまではちょっと時間がかかるかもしれないです。よいしょ。こういった形ですかね。私も作りながら、なんか違うなって思いながらやるので、結構そこが3D ソフト、G ブラシデジタルスカルプトですね、 G ブラシコアミニの特徴です。直感的にできるので、なんかちょっとここ違うな、ここちょっと凹みすぎたなと思ってもすぐに膨らませたり逆に凹ませたりすることができるので、すごく使いやすいソフトになります。感じですかね。まあ、首長流なので、ちょっと首が長くしないと。こんな感じです。でちょっとここぺたんこになってしまってるので少し膨らまします。首にお肉が、この辺は首にお肉がついてるかなっていうのを考えたりしながらやると、すごく楽しくできるかなと思います。こんな感じですかね。ベースの大まかな形状としてはこんな感じでいいかなと思います。でここから少しちょっとブラシのサイズちっちゃくしてあげます。キーボードの S 押しながらドローサイズのアイコン出して少し小さくします。はい。そしてブラキオサウルスの特徴的な顔をちょっとまたもう作り込んでいきます。またここも少し大まかな形状になります。ブラキオサウルスがこの口の部分ですね、ちょっと横に広がっているというか、なんかサイみたいな感じの広がりが見えます。そしてあとは顎の部分ですね、顎の部分をちょっと広げてあげて、なんか最終的に生物とかを作るときはどんな形をしてるのかなっていうのを考えながらやると、またその生物についてのすごい深みが増すというか、どんどん気になってくるので、そういう風に考えながらやると楽しいかなと思います。そして、この顎の部分ですね。顎の部分と口の部分。今回ちょっと口をちょっとだけ開いてるような感じにしようかなと思います。で、ブラキオサウルスがここになんかちょっとトサカみたいなものがついてます。こういった形でちょっと潰す感じですね。この
3D ソフト、まあ、全般そうですし、ZBrush Core Mini もそうなんですけど、シンメトリーといって左右対称の形を作っていくことが特徴的になってます。なので、反対側、どっちでも大丈夫です。正面を向いた時の左右で形を作ってあげると、反対側も同じようになってくれるのが特徴です。真ん中のこの正面を起点として左右対称になっているので、内側に押し込めば、こういった形で、ぺったんこに潰れてくれます。まあ、ベースの形は、こんな感じでいいですかね。うん、いいと思います。こうやってね、形ができてくると、すごい、なんかワクワクするんですよね。はい、こんな感じですね。口のところはちょっと顎出すぎちゃうとちょっとね、太っちょになっちゃうので少し噛ませてあげます。内側に押し込むような感じでやってあげると、ちょっとへこますぎました。いろんな角度から見るのがすごく重要で、今ここもちょっと戻りますね。膨らんでるなーって思ったんですね。だけど、真横から見てると膨らんでるかどうかっていうのがわからないので、回転をして斜め上だったり、真正面、真正面じゃない、一番トップですね。頭の方、頭のてっぺんから見たりとか、正面から見たりとかしてあげると、あ、ここ少しちょっと膨らみすぎてるなとかっていうのがわかるので、やっぱいろんな角度から見るのが重要になってきます。なんか作りながら観察してるみたいな、そんなような感じですね。はい。よし。どうでしょうか？ちょっと首長流チックになってきたかなと思います。じゃあここから別のブラシを使いながらまた形をちょっと作っていきたいと思います。で、この表面がちょっとデコボコしたこのポリゴンっていうんですけど、ちょっと粗いのでこれをちょっと少し滑らかにしていこうかなと思います。少しだけブラシを小さくしてあげて、シフトですね。シフトを押してあげると、このカーソルの色がオレンジ色に変わります。押しっぱなしで変わります。この状態がスムースブラシというブラシに切り替わりまして、これで触ってあげると、で、わかりますかね？よいしょ。表面がすごく滑らかになってくれます。あ、間違えた。よいしょ。表面が滑らかになります。これで滑らかにしてあげると、滑らかといってもどんどん削れていくような感じですね。実際の粘土とかでもあると思うんですけど、表面をちょっと削っていく、滑らかにしていくみたいな感じなので、やりすぎると、こんな感じでどんどん削れていっちゃうので、ちょっと戻ります。表面だけを滑らかにするようなイメージで、さささっとやっていただけるといいなと思います。はい。これでちょっと表面が綺麗になりましたね。はい。では、ここから今度違うブラシです。クレイビルドアップブラシと呼ばれる、この上にあるブラシですね。これを使います。近づいてブラシのサイズ小さくします。でここから、クレイビルドアップがこういうなんか実際に粘土を盛り上げたような感じのブラシになるので、ちょっと特徴的な形とかをこれで作っていきます。
フレンジビルドアップがこういう風に盛り上げた後、シフトをしながら先ほどのスムースブラシ、滑らかにするブラシを使う、この合わせ技みたいな。盛り上げて滑らか。これが結構基本的な作り方かなと思います。まあ、人によっていろんな作り方があるんですけど、結構こうやって作ったりする方は多いなという印象です。こちらですね。トサカの部分。トサカの部分をこうやって、実際にさっきはちょっと伸ばしただけだったんですけど、スネークフックブラシで形を作るために伸ばしただけだったんですけど、このクレイビルドアップでもう一回触ってあげることによって、より強調されるというか、ここからがトサカですよっていうのが分かりやすくなる。へこみとかが、陰影が見やすくなるっていうような感じになりますので、ここにちょっと盛り上げてあげます。追加してあげます。はい、こうですね。こうすると、さっきよりね、よりトサカが強調されたんではないでしょうか。はい。で、あとは、キーボードのオルトキーを押しながら触ると、削ること、まあ、逆効果ですね。通常、クレイビルドアップは触ってあげると盛り上がるブラシなんですけど、このオルトキーを押しながら触ってあげると、そのブラシとは通常の効果とは逆になりますので、削ることができます。では、オルトキーをしながら、ちょっと顎の部分ですね、削ってあげます。これ、なんで削ってるかと言いますと、この顎の部分ですね、骨が顎のところに、ここにね、沿ってあるんですけど、ここの部分は、骨がないので、ちょっと削ってあげると、より、この生物感が出るような感じです。そして、このあたりからまた逆に盛り上げる。で、あげると、今度は、まあ、人間でいう喉仏みたいなところが表現できるので、生物感が出ますね。もうちょっと盛り上げて、で、滑らかにするときも、この盛り上げたところのこっち側、ちょっとその陰影をつけたいところはそんなに滑らかにしないと、まあより陰影が出やすいというか、まあ、滑らかにしすぎると全部削れてって、こんな形で滑らかになりすぎてしまうので、あんまり触らないようにしてあげる。少しだけ触る。F にすると、より陰影が出て、形が分かりやすくなります。ここはなんかテクニックみたいな感じですね。で、少しちょっと遠目で見てあげると、形が見えてくるので、なんかこのクレイビルドアップブラシは、結構使ってると、どんどんなんか形が作れるようになってきて、で遠目で見たときに、その形が仕上がってきて、恐竜とかも自分が作りたい作品ですね。が見えてくるとすごいなんかワクワクするような感じです。あとは、ここには、目の上にもこういう骨が入ってるので、人間でいうと額みたいな感じですかね。こんな風に作ります。あとはこのあたり、ちょうど首の真後ろの部分にこうやって少しだけ入れてあげると、で結構ここはちょっと滑らかにしてあげますね。そうするとここにも陰影が出て生物感が出ます。
とまあブラシのサイズとかも適宜変えながら、スムースブラシはブラシのサイズを大きくすれば大きくするほど、滑らかの具合が強くなります。こういった形 で小さくすれば滑らかの具合がまた変わってくるので、ちょっとそこは感覚的な感じにはなるので、実際に多分使ってみるとわかると思います。こんな感じですね。はい、目の部分をちょっと開けて、この辺に目が来るかなっていうのを想像しながら滑らかにします。で、額の部分、そっか、額ですね、人間で言うと額の部分か。なんか恐竜がこの辺の額がなんか結構出てるイメージ、こんな感じですかね。もっと盛り上がってる感じです。はい、でも結構いい感じになってきたんではないでしょうか。あとは口とかお鼻とかをちょっと作っていくので、まず鼻はこんな形で折るときをしながら凹ませて滑らかにして、で鼻の、まあ私たちでいう鼻の穴じゃなくて鼻ですね、の部分をちょっと作ってあげます。盛り上げて滑らかにする、こんな感じですね。滑らかにしすぎてしまったら、もう一回やってみる。本当にこういう風にいろんな角度から見ながらやっていきます。はい。ちょっとね、もうこだわりすぎちゃうと止まらなくなってしまうっていうのもあるので、これぐらいにしときますね。はい。では、ここからちょっと口を作ります。口の部分を、作っていきたいので、少しだけ顎の部分を追加するような感じで、うん。で、ここにもうちょっと、この首長竜ですね、ブラキオサウルスは草食恐竜と呼ばれている草を食べる恐竜なので、すごい肉食の怖い恐竜みたいな感じで、すごい牙が生えてるわけではなくて、草をむしゃむしゃ食べるような感じなので、口も結構広めに作るじゃないや、できてます。こんな形で、少しこのクレイビルドアップブラシ使って、この口の、上唇の部分をちょっと作ってあげると、なんとなしになんかイメージが湧くというか、こういう口ができるんだなっていうのがベースでわかるようになりますので、あとこれで次のブラシですね、次のブラシをちょっと使います。で、次がこのスラッシュブラシと呼ばれるブラシです。このブラシが、鋭利に筋を彫ることができるブラシです。今ちょっとやったらいい感じになったので、そのままやっちゃいますけど、こういう風に筋が彫れるので、細かいところとかの表現だったり、口だったり、そういうところで使っていきます。で、ちょっと近づいてあげて、ブラシのサイズを少し小さくします。で、口の部分ですね。今回ちょっとだけ歯が見えてるような感じにしていこうかなと思いますので、よいしょ、少し。こういう感じで、口を開けてあげます。はい、こんな感じですね。口を少し開けてあげます。で、少し
内側、口の内側も斜め下ですね、から見ながら、少しここも筋を入れていきます。で、今度は斜め上から、よいしょ。こういう形でちょっと筋をまた入れてあげて、少しだけ口が見えるような感じにしていきます。で、あとでちょっと別のブラシを使って、牙、歯ですね。もうちょっとだけ生やしてあげようかなと思います。こんな感じです。はい、ここですね。はい、ではここからちょっとまた違う特殊なブラシをちょっと使っていこうかなと思います。特殊なブラシ、それが VDM ブラシと呼ばれるブラシで、まあ、いろんなパーツ的な要素を加えれることができるブラシです。この下の4つです。これをポチッと押してみると上にパーツが現れます。このパーツを使って、例えばここに犬のね、鼻がありますが、これをそのまま 3D モデル触ってみるとこんな感じで犬の鼻が生えてきます。左右対称なので両方とも生えてきちゃうんですけど、これが計4つで、中にもたくさんいろんなパーツがありますので、これを使っていくと、まあ、よりクオリティが高くて、自分が作りたいような形状がどんどん簡単にできてしまうような、ちょっと夢のようなブラシですね。じゃあ、ここから歯を生やしていくので、歯が、この、クリーチャー、ジゼルクリーチャーっていうブラシです。これを押します。そうすると、右の方ですね。ここ押しながら動かして移動することができるんですけど、右側の方に歯が何種類かあります。すごい、こういう牙みたいな歯もあれば、装飾っぽい、なんか人間チックな歯があったりします。今回はこのこちらの歯を使います。はい、でこちらが、ブラシのサイズをちょっと注意事項というか特徴なんです。ブラシのサイズを大きくすればするほど荒くなります、パーツが。でブラシのサイズ小さくするともうちょっとディティールが彫られてるような感じになりますので、まあ、大体これぐらいですかね。ブラシのサイズ。左から4つ目ぐらい。これぐらいで、使っていくのがちょうどいいかなと思います。で、少し歯を。もうちょい小さい方がいいですね。はい。ちょっと細かいところだったので、もうちょっと小さくしました。で、この歯を生やしたいところに、カーソル合わせて動かすと、ミニョンと生えてきます。ちょっと斜め下から見にくいんですけど、こういう風にやっていくと、まあ、簡単に歯が生えるので、よいしょ。ここですね。あ、いいですね。ブラキオサウルスの歯って感じ。こういう風に簡単に歯を生やすことができます。じゃあ続いて目を作っていこうかなと思います。ね。で、目もここにあるので、これをちょっと使っちゃおうかなと思います。愛って書いてあります。今回愛にを使います。目はだいたいこの辺ですね。さっきこの辺に目入るかなっていう風に考えて作ったへこみの部分に押しながら動かすと、こういう風に目が生えます。で、動かすと向きを変えることができるので、こんな形で目をつけます。ちょっと位置が
違うので、もうちょっと、もう一回コントロール Z で戻れるので何回でもできます。目はね、重要ですからね、一番重要。こんな感じですね。ちょっとベース、こういう風な目にします。で、ここからまたちょっと形を変えていきますので、ちょっと近づいて周りを少し滑らかにしてあげます。で、次に違うブラシ、このムーブブラシです。ムーブブラシを使ってあげます。ムーブブラシも先ほどのこのスネークフックブラシと同じような形で盛り上げて引っ張って形を作っていくことができるんですけど、スネークフックブラシと違って、大まかにポイントで伸ばすのではなくて、大まかに伸ばすことができるようなブラシです。で、ちょっとこれを、あとこのムーブブラシがポリゴンの形状を変えずにできるようなものなので、ちょっとそこは専門的な感じになるので、ちょっと今回は割愛しますが、ちょっとね、目が、一回戻りますね。よいしょ。すごい、なんか、すさんでると思った。少しちょっと下を向いてる、半目みたいな風になってるので、ちょっとこれだとね、ブラキオサウルス、もうちょっと、お目々、パッチリしていた方が、可愛らしいというか、その方がいいかなと思いますので、少し上に引き上げてあげると、こんな形で、目をね、開いてあげることができます。ちょっと凛々しくなりましたね。こんな感じですね。はい。はい、こんな感じです。で、またちょっと上が盛り上がりすぎてて、いや、下がへこみすぎてるので、少し斜め、真正面だとちょっと難しいかもしれないので、斜め見てあげて、この辺をちょっと引き上げてあげる。前からも後ろからもで、ちょっと引き上げてあげるような感じにします。少し引き上げてあげるような感じにすれば、ちょっと目が良くなりますね。で、いろんなところから引き上げてると、横から見たときに、さっき盛り上げた目の形がちょっと変わってしまってるので、はい、ちょっと調整しました。で、ちょっと滑らかにしときましょう。うん、いいですね。気に食わない形が、はい、こんな感じですかね。はい。で、少し、よいしょ、少し目玉が潰れてしまっているので、ちょっと滑らかにしてあげて、この、ムーブブラシが折るとき押しながら膨らませると、この放線方向、ちょっと専門用語なんですけど、放線方向っていうこの形の表面に合わせて、形が向いてる方向に膨らんでくれます。こんな感じでちょっと目玉を膨らませてあげます。はい、どうでしょうか。いいんじゃないでしょうか。で、ちょっとね、ここからこのディティールを加えていきます。さっきのスラッシュブラシ選んであげて、目の形をちょっと彫り込んでいきます。細かいところを作るのも、この G ブラシコアミニでは楽
しいですね。デジタルスカルプトではすごく楽しいです。だんだん出来上がってくるので、あとやっぱり戻ったりとかシンメトリーっていうのがすごく重要というか役に立つ機能で、やっぱりデジタルならではの良さっていうのがありますね。スラッシュブラシは何もないときはこのへこむ方なブラシなので、先ほどのボルトキー押しながら触ってあげると、こういった形で今度逆に盛り上がります。盛り上がってます。なのでこのまぶたの目の下の方、ちょっとスーッと盛り上げてあげて、ブラシ小さくして、あれですね、なんだっけ、涙袋みたいな感じでちょっと作ってあげると、いや、この細かいところ、掘ってるところが楽しいんですよね。だん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 出来上がってくるなっていうのが実感できるので。ただこれもそのね、大まかな形状を作ってあげると、まあ、より形が作りやすいというか、ベースの形状をちゃんと作ってあげることによって、細かい形を作ってあげた時にすごく映えるような感じになりますので、こんな感じでちょっとシワ掘っちゃったりとかしてあげると、だん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 、あ、ここにもシワあるのかなみたいなのを考えてやっていくとすごく楽しいです。よいしょ。で、オルトキーとこのシフトキーのスムースブラシをちょっと合わせ技でちょっと引きますね。こんな感じでできますね。うん、いいんではないでしょうか。ちょっとね、彫り込んだのですごい目がはっきりしたかなと思います。なんかちょっと口がもうちょっと開けてても開いててもいい気がしますね。もうちょっとこのままスラッシュで口を広げてあげましょうか。あ、ちょっとなんか笑ってる感じになる。こういう風になんか、あ、ここちょっとなんか作っていってると、ここちょっとなんか違うなっていうのが見えてくるので、そんな時にいろんなブラシを使ってあげるとこういう風に作れるかなと思います。で、あと細かいシワとかはざっくり作っていくとなると、このやっぱプレイビルドアップブラシとかを使ってあげるとすごくディティールが作りやすいです。トサカだとこういう風にシワ模様みたいなの入れてあげて、ちょっと滑らかにして、あ、ね、実際どんなベースのこの化石は出てきてるので、ブラキオサウルスの頭の化石はあるので、まあ、こういう形をしてたんじゃないのかなっていう風なのはわかるんですけど、やっぱりこの表面のシワとかは正直ね、わからないので、そこは本当にもう自由にやってもらえると、どん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 なんか想像力が湧いてきて楽しく造形できるんではないかなと思います。70万超えるとこんな形で、デシメーションの機能のポップアップが出てきます。この一番左側の削減っていうのを押してあげると、少しデシメーションの機能が走って、デシメーションをしてくれます。今左上に出てるのが 0.22% っていう、このオレンジ色のやつが今デシメーションで機能を使ってくれてます。はい、そうすると今さっき76万ポリゴンまで行ってたんですけど、アクティブポリゴン数が29万まで減ってます。
まあ、ポリゴン数減ってるんですけど、形は全然変わってないので、そういうのも全然気にせずに、重たくなるかなとかっていうのを気にせずに使えるのが、レジブラシコアミニのすごくいいところです。ちょっと戻ります。で、また多分戻った時に、もう一つ機能が出てくると思うんですけど、よいしょ。で、ちなみに、コントロールシフト Z で進むこともできます。はい。ちょっと戻ってもう一回触ります。そうすると、こういう風な形で、現在のアクティブなアンズー履歴は最新ではありませんっていう風に出てきます。これが、いっぱい戻ってあげると、戻り、こんだけ戻ってますよ。45回アンドゥーしてますよっていう風に出てきて、この履歴を消してしまっても大丈夫ですかっていう風に聞いてきてくれてるので、OK を押してそのまま進めてあげれば、また作っていくことができます。これで、少し。滑らかにしてあげると、まあ、表面のこのシワ感みたいなのが出てくれるのでいいかなと思います。ちょっともうちょっと追加してあげて、はい、こういう感じですね。で、まあ今回はブラキオサウルスを作るということだったんですけど、はい、まあ、別に、ここから、それこそ先ほどの、VDM ブラシを使って、なんか、角を生やしたりとか、他のものをつけたりとか、耳生やしたりとか、まあ、どれだけでも作っていくことができるので、例えば、角にしようかな。角みたいなもの。はい、これを使ってここに生やしてあげるとまた違うものに、全然違うものになりますね。一気になんか強そうになってきます、うん、で、今これシンメトリーなので左右対称でこういう風に角が生えてくるんですけど、例えば一本だけを生やしたい、ここにユニコーンのような角を生やしたいなと思ったら、左上のこのドローサイズの隣にあるボタンがシンメトリーをオンオフができるボタンになります。これオフにしてあげると、もう一箇所からしか生えてこないので、例えばこれで、よいしょ。よっと上を向かせようかな。こういう風にするともう全然違う生物に、動物になりますね。ちょっとなんか斜めってこの辺にしようかな。裏を向かせて、よいしょ。こんな感じで作っていくこともできます。もう自由に作っていくのがこの G ブラシコアミニデジタルスカルプトの特徴なので、とらわれず自分の想像力とか制作意欲にどんどん、逃げずに作っていくことが、直感的に作っていくことができるので、すごく楽しいソフトになります。ではちょっとブラキオサウルスに戻りますね。ここから、ファイルの保存方法があります。で、ファイルの保存方法が、ちょっと3つほどご紹介したいなと思います。ファイルの保存がこの左上ですね。保存と開くボタンが2つあります。このボタンをポチッと押していただくと保存ができます。はい。これで、保存をすることができます。で、ファイルの拡張子がたくさんありますが、この ZPR っていうやつは、G ブラシコアミニの、保存になります。で、これで名前をつけてあげて保存ができます。はい、できました。で、もう一つの保存が、こちら 3D
3D プリンターとかで出力ができる拡張子で保存することもできます。でそれがこの上にある四角いボックスみたいなアイコン、 3D プリント用に書き出しというボタンがありますので、ここを押していただくと、今度は拡張子が OBJ という、中間データの拡張子になります。で、まあ、ここも名前入力して保存します。でこれを3D プリンターの方で出力をしていくことができる保存方法になりますの で、 でこれをこのまま出力することができます。であともう一つ、ZBrush Core Mini の特徴的な保存方法がありまして、こっちの保存なんですけど、さっきは拡張子を ZPR にしましたが、この一番下ですね、こちらの PNG の方のやつで保存をしてあげると、でさっき保存したこの PNG ってやつが、はい、こういう風な画像データになります。まあ、PNG なので画像の拡張子なので画像データになるんですけど、まあ、SNS とかそういうところに画像データとして貼ることも投稿することができます。でもう一つこの、ZBrush Core Mini の保存の PNG の保存の特徴的なのが、まあ、ただの画像データではなくて、実はこれ ZBrush Core Mini であれば、3D で開くことが普通にね開くことができます。はい、それでは先ほど保存したブラキオサウルスの画像データを開いてみたいと思います。左上にあるプロジェクトを開きますから、先ほどのブラキオサウルスの画像データ PNG を選んで開くを押してみると、はい、こういった形で画像データが 3D データとして開くことができました。またここから形を変えることももちろん可能です。こういった形でどんどんまた形が変えれます。はい、こういった形で保存開くことができました。はい、ということで、簡単ではあるんですけど、ちょっとブラキオサウルスを作ってみましたので、また皆さんもブラキオサウルスから何かまた別の生物を作って、クリーチャーとかを作ってもいいですし、また全然違うね、丸形状から全然違う好きな動物とか、恐竜とか、クリーチャーとか、いろんなものが出来上がる、作ることができるので、ちょっとどんどん、この造形というものにね、チャレンジしていただければと思います。もう一つ、ZBrush Core Mini ではなくて、一つ、上位版というか、優勝版ですね。ZBrush Core Mini はフリーで使える無料のソフトなんですけど、優勝版のソフトがあります。それを開いて、まあ、どういうことができるのか、ZBrush Core Mini と、コアだと、ZBrush Core だと何が違ってどういうことできるのかっていうのを少しだけこちらのブラキオサウルスでお見せできたらなと思います。ZBrush Core の方を開きます。はい、それではこちらが ZBrush Core ですね。さっきの ZBrush Core Mini とは違って少しこのブラシの配置だったりとか他のボタンですね。が少しね、増えてると思います。こんな感じで。で、まぁ、これだけちょっと ZBrush Core Mini から Core に、してみると、いろんな機能が追加されてるので、ちょっとさっきのブラキオサウルスを開きます。はい、こちらに出てきました。ZBrush Core Mini で作ってたブラキオサウルスをZBrush Core で開きました。で、ZBrush Core の特徴は、さっきは ZBrush Core Mini だとパーツが一つだけだったんですけど、増やすことができます。挿入で、まあ、四角だったり丸だったり、まあ、何個かベースメッシュっていうのがあって、
追加していくことができます。なので、例えば四角。で、他にも、さっきはビューを回転して、カメラビューを回転して見てたんですけど、実際にパーツが増えることによって、パーツ自体を移動させる機能とかがあって、で追加で、追加したものを、こういう土台みたいなものをこういうので作ってあげることもできますね。これで出力をすれば、実際にフィギュアみたいな形で出力をしてあげて、作品として置いたりすることもできますね。あとは、色を塗ったりすることも ZBrush Core ではできます。さっきは単色で色を塗るような感じだったんですけど、単色では ZBrush Core Mini でも、できるんですけど、こういった感じで。実際に直接細かい塗りっていうのができないので、ZBrush Core の方だと塗りができます。マテリアルを変えたりすることもできるので、色味が分かりやすいマテリアルにしてみたりとかもできます。で、実際に色を塗っていく。ちなみに X を押すとシンメトリーがオンになります。これ ZBrush Core の方でも一緒です。実際に、恐竜は色が分かんなかったので、まだ分からないので、こんな感じで自分のオリジナルのカラフルな色で塗ってあげたりすることもできますね。これが ZBrush Core にできることです。Core Mini は色塗りが単色しかできないので、こういう風に優勝版にしていくともっといろんなことができるような形になります。本日はありがとうございました。それでは最後に少しだけ私の紹介をさせていただければと思います。私、株式会社その先の取締役兼 3DCG アーティストしております。戸田楓と申します。普段は、こういった 3DCG の、制作、3D モデルの制作を博物館様としていたりとか、あとは講師をしております。弊社の方で、3DCG キッズスクールというものを運営してまして、そちらの代表講師をしていたりとか、あとは会社向けの先生、あとは専門学校の先生、講師業もしております。普段こういったような作品を作っておりまして、ちょっとリアルテイストなものですね、作っております。特に恐竜とか古生物が好きで、そういうものを作ってます。で最近ですと、東京上野の国立科学博物館で、特別展化石ハンター展というものをやっているんですけど、こちら7月の16日から、10月の10日までやっております。こちらのメインビジュアルであるチベット化祭、この祭ですね。を、ZBrushでデジタル原型紙として作っております。あと左側の化石の、骨格の骨のやつですね。こちらもポーズを 3D で作っておりまして、骨一本ずつ作ってるんですけど、このポーズの設計図を作っております。二つとも古生物の学者さんだったり、実際にチベット化祭を発掘した研究者さんが監修に入っているような 3D モデルデータになります。で、そういったものが知れるような、化石の復元受けたまわります。古生物復元師たちのお仕事という本にも、出させていただいております。中身はこういった形で、復元っていうのは、実際に展示をする模型とかを作る復元っていうのは、たくさんの人たちが関わってるんですけど、その中で私はこの 3D 部門として参加させていただきました。この今見えてる
毛細です。チベット毛細、まあ、毛はないんですけど、チベット毛細のデジタル原型を G ブラシで作ってます。実際に模型として出来上がったりとか、あとは会場の方ではチベット毛細がどんな風に生活していたのか映像も流れてるんですけど、それが本の方でも紹介されております。あと普段はこのその先、株式会社その先で未来のお粘土教室という 3DCG キッズスクールを運営してまして、まあ、子供たちが G ブラシを使って3D を制作したりとか、あとは他の 3D ソフトを使って G ブラシで作った 3D モデルを動かしたりとかゲームにしたりとか、そういった、キッズスクールをやっております。まあ、小学生さんから、生徒さんはおりまして、まあ、こういった形でいろいろな作品を自由に作ってくれてます。まあ、G ブラシコアミニで、作っているので、先ほども皆さん、見ながら作れるような作品を一緒に、やっていったんですけど、皆さんもこういった作品、小学生さんからも作れるようなソフトになります。直感的なソフトなのでね、好きなように作っていきます。まあ、実際未来の粘土教室はこの G ブラシで作った作品をアニメーションにして動かしたりとか、まあ、こういったことができるような教室になります。はい、ということで本日はどうもありがとうございました。皆さんも G ブラシコアミニフリーで使えるので、どんどん使っていろいろな形を作っていって、まあ、実際に3D プリンターで出力をすればフィギュアとかにもなりますし、自分の想像力をどんどん爆発させてクリエイティブな用途をどんどんねやっていっていただければと思いますので、どうぞ本日はどうもありがとうございました。